から見るぐらいにしておくのがいいですね。まあ、不動産投資始めたいとかご要望いただくんですよね。コンドミニアム投資、マンションとですね、選び方を知りたいとか買い方を知りたいっていうのがあるんですけども、基本的に買い方はですね、信頼できるエージェントを探すと、まあ、僕の方で紹介ももちろんできますし、ご自身で見つけられたらいいと思うんですけども、まあ、レスポンスがしっかりしていること、あとちゃんと日本人が最後まで、途中からフィリピン人に変わるとかですね、スタッフが変わるとかそういうのもあるみたいなんですけども、まあ、日本語でちゃんとずっとやり取りができる、それでサポートが厚いっていうところは重視されるといいかなと思います。大きなお金出す前にその辺で判断された方がいいかなと思いますね。まあ、マンションの所有権はですね、まあ、マンション、コンドミニアムを買われた場合、所有権はもちろんあなたに移るんですけども、まあ、土地はですね、外国人名義では持てないっていうのはフィリピン、まあ、やっぱり他の外国と基本的に同じような特徴がありますので、他の名義借りるとかは気をつけられた方がいいかなと思います。トラブルに発展するケースが結構あります。まあ